町田に来るっていうことが決まってから、開幕で当たるっていうことを知ってから、はい、自分が育ってきたクラブが相手なんで、まあ、すごい、いろんな思いはありますけど、まあ、自分が背負っているそのエンブレムをのチームのために、ね、しっかり戦いたいなと思います。町田ゼルビアのクラブ史上初の J1 の舞台が開幕するっていうところで、自分自身そこに携われることにすごい、喜びを感じてますし、自分たちはチャレンジャーだと思うので、まあ、そこの意識は持ちながら、まあ、楽しむこと、はい、かなと思います。今の町田だったら、まあ、それがしっかりと表現できれば、おのずと結果はついてくるのかなと思いますし、まあ、そこへの自信というものはみんな持ってると思うので。